プエルト・カベヨの海戦は、ジェンキンスの耳の戦争中の1743年4月27日、イギリス海軍によるスペイン植民地の港への攻撃。すでに敗北続きであったイギリス海軍は、またしても敗れた。サーチャールズ・ノールズ対一率いるイギリス海軍は1743年3月2日のラグアイラの海戦で、スペインに敗れた。ラグアイラは何ら影響を受けず、 カラカスの港でギプスコアナ会社の貨物輸送の中心であり続けた。当時のイギリス海軍本部はおそらく1739年にラグアイラを襲撃した船からの報告に基づきラグアイラの守備が貧弱であると考えた。ノールズは新しい目標であるプエルトカベヨへの襲撃を準備した。プエルトカベヨはギプスコアナ会社のカリーニング用の港であり、 その船は戦争中に、スペイン海軍が本国から兵隊、武器、補給、弾薬を植民地に輸送するのに大いに役に立った。もしプエルト壁用を破壊できた場合、ギプスコアナ会社とスペインにとって大打撃となる。ノールズの艦隊は70門3等艦サホーク、70門3等艦、バーフォード、50門4等艦のリッチ、50門4等艦アシスタンス。 40門5等艦、エルタム、24門6等艦、スカーバラ、20門6等艦、リブリー、14門スループのオッター、8門9砲艦コメットの旧席だった。チャールズ・ノールズの肖像がノールズ率いる、イギリス艦隊がラグアイラから出発して、スペイン領ボルブラータ港から北東4マイルのところに到着すると、ノールズはまず9砲艦のコメットに内航に向かわせて、続いて、 プエルト・カベヨへの教習を準備した。同じ頃には、スペイン軍が、オッター艦に気づいて警戒した。翌日、のリッチ、エルタム、リブリーが移動して、スペイン側の小さな砲台2門を砲撃した。この攻撃の目的は、砲台の守備軍を弱らせて、続いて、大軍を夜に紛れて上陸させて、外れにある、前哨地を占領、砲台を、港の、 主な要塞であるサンフェリペ城に向けることにあった。ノールズの行動ははじめ効果を上げた。ノリッチラ3隻は午後7時まで砲台を砲撃。続いて、ルーカス少佐率いる1100から1200人が午後10時半にスペイン軍に気づかれずに上陸した。しかし、上陸軍は小さな砲二門と武道団を有していたスペイン軍40人に、遭遇、イギリス艦まで改装した。 翌28日、ノリッチュラ3隻は、砲撃を再開したが効果がなかった。5月2日、カラカス総督、ガブリエル・ホセでスロアガ・モユアは増援の正規軍三個中隊と、民兵300から400人を連れて到着した。しかしスロアガは、その翌日には、プンタブラバ砲台の視察中に、イギリスの砲撃で足を負傷した。弾薬と補給が少なくなったため、 ノールズは5月4日に総攻撃を行おうとした。しかし、イギリス艦隊が攻撃に移る前に、風が午後1時に止んだため攻撃は翌5日に延期された。午前11時、ノールズは艦隊に怒りを回収するよう命じたため、スペイン軍は攻撃に気づいて準備を行った。攻撃の計画では、アシスタンス、バーフォード、サフォーク、 ノリッチがサンフェリーペ城を砲撃する一方、スカーバラ、リブリー、エルタムは北の方にある砲台を攻撃するとした。戦闘は午後1時に開始した。午後4時、風が吹き始めたためスロハガはイギリス艦隊が港を強襲すると予想、閉塞船を港の入り口に自沈させた。港の入り口が閉塞されると、ノールズは2時間半後に撤退を命じたが、 風が止んでしまって撤退ができず、甚大な損害を受けながら、ようやく、スペイン放題の射程外まで出たのは、夜9時のことであった。以前の襲撃の試みで100人を失い、プエルト・カベヨでの襲撃で再び100人を失った、ことで、ノールズは5月7日の朝に損傷が、最も激しい船にボルブラータの小島へ向かうよう命じ、一方唯一残った、急砲艦で、 フえルト壁用の内向への砲撃を続けた。やがてノールズはスロアガに捕虜交換を提案。スロアガは絞りつつも給水を承諾。その後、ノールズの船体は2体に分けて、それぞれ11日と13日にジャマイカに向けて出発した。ありがとうございます。